はい、こんにちは、りょうです。本日のね、映画感想は、ネオチンピラ、鉄砲玉、ピューです。監督がね、高橋万明。まあ、出演がね、相川翔、青山チカ子、まあ、他ですね。これは、相川翔の、第一作目のね、ブルシネで、泣き袋の、まあ、映画化らしいです。まあ、大雑把なね、あらすじを言いますと、まあ、ボディーガード兼運転手の相川翔がね、こう、ある時まあ、幹部の人が殺されて、まあ、二人の兄貴分と一緒に、まあ、鉄砲玉になるっていう、まあ、その話なんですけれども、まあ、見た感想ね、まあ、あんまり V シネ感は、なかったなっていう、感じがしました。まあ、まずね、主人公が鉄砲をね、まあ、撃たないっていう、こう、まあ、珍しい作品でしたね。で、まあ、ね、やるのか、やらないのか、みたいなね、最後、ぐだぐだして、まあね、言ってたんですけれども、まあ、そこがね、まあ、どうだったかな、っていう、ような感じです。まあでもね、まあカットカットはね、まあいいシーンはあったんですけれども、まあ全体通すとその、やるかやらないかっていう、迷ってるっていう、まあその引っ張りがね、ちょっとあんまり好きじゃなかったです。最後の歌なんかね、ちょっと長渕っぽいなっていう、気はしました。あとね、最後のシーンのガソリンスタンドのね、文字がヘルになってたりね、あれなんでかなっていう感じがしますけれども。はい、ということで、以上です。まあね、大雑把なんで。まあこれ続編もね、まああるらしいんですけれども、まあちょっとね、見る気はしないですね。はい、ということで、相川翔主演第一作の、ネオチンピラ、鉄砲玉がピューでした。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で。